はい、竹内です。こんにちは、こんばんはということで、ちょっとね、距離が遠い感じの動画になってしまったんですけど、ちょっとね、腰痛がひどくてですね、いつもみたいに立てないというところと、あとなんかね、僕気づかなかったんですけど、立って喋るようになってから、すごくね、体を揺らして喋るから、酔うって言われまして、はい、ちょっと座ろうかなという感じでね、やらせていただきます。ということで、はい、オールカマーなんですけど、頭数がそもそもね、登録馬が10頭しかいない中で、まあ僕、この平日にね、アップした動画の中で、フィエルマンから買いたいなと言ってたんですけど、そのまあフィエルマンがですね、取り消しと、取り消しというか回避ですね、はい、回避になってしまったということになってしまいまして、まあ一週前のね、調教も、はい、まあ最後 11.8 秒。出してて、ウッドで出してるっていうことで、まあ、調教の雰囲気もね、すごく映像で見ても良かったんですよね。で、例によって休み明けでも問題ないし、うん、この距離帯でもね、全然買いたいなっていうふうに思っていたんですけど、まあ、残念なことに、はい、フィエルマンがいなくなってしまったということで、まあ、オッズ的にはね、フィエルマン、ミッキー・スバロー、カレン・ブケドールにクレッシェンド・ラブということで、まあ、4頭が上位で、うん、っていう競馬にね、なるのかなと思っていたんで、まあそういう予想をしていたんですよね。なので変更せざるを得ないという状況になってしまいました。それでですね、まず、もうその、まあフィエルマンがいた時でもね、買おうと決めてたんですけど、一頭そこにね、そのまあフィエルマンがいたとして、一頭加えることで、まあ配当をね、ちょっとまあ楽しめるっていうところで、そのワンピースになってくれそうだったのが、まあジェネラレウーノを、買おうという感じでした。で、まずですね、まあ、この馬としてはもうかなり久々の競馬になります。それで、まあ、その、クッケーンということでね、よく復帰できたなと思うぐらいなんですけど、調教的に見るとですね、はい、9月3日に 52.4 秒ですね、はい、で、9月10日に 51.7 秒です。で、最後 11.9 秒。で、9月13日に 53.1 秒、9月17日に 50.6 秒、しまいに12秒ジャスト。で、9月23日に 53.1 秒で、しまい 11.7 秒ということでですね。いや、マジかよってぐらい動けてますね。はい。ちょっとびっくりしたなというのがね、本音なんですけど。で、まあ、さらにね、それに加えて、スクリーンヒーロー3区なんでね、年を重ねるごとになんか味が出てくるっていう馬が多いなっていうことなんですけど、5歳以上ですね、のスクリーンヒーロー3区っていうところで、まあ、近3年ぐらいを、見ていくとですね、まあ、芝で、関東、見本のね、反動で53秒台以下の馬の勝率が非常に高いと。で、距離、条件違いますけど、例えばミュゼエリアみたいにね、豆腐ステークスで逃げて、いきなり勝利したっていう時も休み明けで反動 52.4 秒。で、この時の自己ベストだったということでですね、なんかそういうところもちょっとね、一つ考慮したいなと思いました。で、まあ逃げそうな馬もおらずということで、まあスタートさえ良ければ行くでしょう。行って、試すでしょうね。この馬がどういう状況で、競馬に復帰できるのかっていうところなんですけど、まあ1年半以上ぶりの馬が逃げても、まあそんなに誰も厳しく、まあバチバチにマークしないのかなっていうところもありますし、まあさっき言ったその調教を考えるとね、行ってしまってそう簡単に止まらないっていう可能性も十分にあるのかなと、思いました。はい。その期待感が結構ある調教だったですね。うん。もちろんまあ実戦と調教っていうのはまあ違いっていうのは当然あるんですけど、これだけの動きを見せている中で、まあそれこそ皐月賞3着馬ですし、まあセントラルドキングの勝ち馬ということであればね、面白いんじゃないのかなと思います。はい。このクッケーンをね、乗り越えるっていう可能性も十分にあるだろうなと思いました。で、まあただですね、もうこのフィールマンがいて、割と上位3頭4頭のまあ、4強3強みたいな風になってるから、まだね、面白みがあったオールカマーなんですけど、ここでフィエルマンがいなくなってしまうとね、全然面白みがなくなってしまうっていうところがね、非常に辛いところで、うん。もちろんそのフィエルマンがいる時のジェネラルウノのオッズといない時のオッズではまたそれも全然違ってくるというところがあるんですよね。で、まあ、そんな中で、まあ、一番人気にね、繰り上げ的になっちゃうでしょうけど、まあ、ミッキー・スワロー。はい。こちらはそうですね、まあ、アメリカジョッキークラブカップを走って、まあ、4着だったんですけど、まあ、故障した馬のね、煽りを受けてしまったっていうのは結構大きい問題でしたね。はい、あれがなければ着順はもっと上というか、まあ、3着だったと思いますし、やっぱり中山2200メートルでは安定していると、まあ、タラレバ馬券動的にですけど、まあ、タラレバでね、1頭故障がなければ、まあ、馬券内には全て中山、芝2200で入っていたという状況になっていたと思いますし、うん。まあ問題はそのジョッキーのやる気次第っていうね、ところがあるっていうリスクはね、どうしてもあると思うんですけど、その、まあさっき調教とね、実際のレースは違うっ
とも言いましたが、そのイメージが同じになって同じように走って構想する馬っていうのも多々いるというところを考えると、ミッキースバローね、1周前の調教でかなり離れた位置から、まあ先行した馬を追っていって合わせるっていう競馬をしたんですけど、それこそジェネラルウーノが、まあ逃げるという形になった時に早めにミッキースバローが動いて直線に入っていくっていうところ、はい、でそのイメージだと非常に実際のレースとね近い内容になってるんじゃないのかなっていう点はすごくプラスだなと、思いました。はい、まあそんな感じで、まあ買い目なんですけど、あ、猫がいないんですね、いつの間にか。はい、気づきませんでしたけど、はい、まあ単勝ね、そうですね、まあちょっとあの読みは下がっちゃうと思いますけど、まあジェネラルの単勝、控えめに5,000円、あとまあ生まれの馬たんで、相手ミッキースバローだけにして、はい、3,000円ずつ買いたいなと思ってます。あと3連単の2等マルチで、まあ、カレンブーケドールとステイフーリッシュを相手にして、まあ、3連単2等マルチ買うの珍しいですけどね、はい、で各1,000円ずつというぐらいの、まあ、ほどほどな買い目にしたいなと思ってます。もう全然元々からね面白くなさそうっていうか、まあメンツ的にね、その頭数が10頭しかいないっていうところで、オールカマーという名前にねそぐわないなっていう感じだったので、なんか面白くないなと思ってたんですけどね、ここでフィールマンがいなくなっちゃうと本当にあの面白くないというか、なんか今週あれですね、面白くないなっていう感じなんですけど、はい、まあこれぐらいのほどほどにしとこうかなという感じですね。今週僕的なあの勝負は、はい、あの LTP 指数の、指数1位2のレビュー動画の方、この1本前ですかねの動画の方でね、話したレース、はい、あそこが結構勝負レースだったりしますので、ちょっとこの辺は、控えめにしてみたいなと思っております。はい、そんな感じで今日はね、あの遠くから、お届けしております。次の動画、神戸新聞杯の予想も、まあ、この距離感で、はい、あのソーシャルをね撮って、やらせていただいてるわけなんですけれど、そうですね、まあ、先週の日曜日のね、日曜日の夜中というんですかね、月曜日の、まあ、朝明け方にアップした動画の方がですね、まあ、ちょっとね、あのすいませんね、あの非常にあの、まあ、お下品なお話をしてしまいましてですね、動画自体がなくなることはなかったんですけど、あの広告的なものはね全部あの審査がダメみたいな風になりました。はい、あんまり下品な話を YouTube でしていかんのだなと反省したんですけど、まあ、ただね、そういう話を聞きたいっていう、いい意味でね、下水、視聴者様もいらっしゃるので、まあちょっとあの恐れずにね、そういう話をまたギリギリの線がね、どの辺なのかっていうのをちょっと調べながらね、今後もそういうトークをしていきたいなと思っております。はい、まあ予想の動画ではね、そんな下品な話をしちゃいかんと思ってますけど、まあ結構雑談の方のね、動画とかでは、はい、好き勝手話しているので、まあ、競馬ファンの方もね、そうですね、まあ、秋の夜長ですし、はい、一人で寂しい夜とかなんかにはそのラジオ気分でね聞いててほしいなと、聞いてもらえたら嬉しいななんてよく言うんですけど、まあ、だったらこんな素人の喋るよりプロのラジオ聞いた方がよっぽど面白いなと思うんですけどね、でも最近なんかねラジオ離れなんていう話もねニュースとかで出てて、まあでも言ってももともとラジオなんでね、ちょっと離れた人がね聞くものなんで、ラジオ離れなんて今更何を言ってるんだっていうふうに思ったんですけど、僕は割とラジオっ子だったんで、ずっとねラジオってものが本当に好きで、はい、なので、まあ、一時期ねラジオFM 愛知さんのラジオにねレギュラーで出演させていただいてた時期がありましたけど、なんかそんな機会がまたあればいいなということでね、はい、安いギャラでいいんでね、全然オファーお待ちしております。まあオファーはないんでしょうけど、まあそんな感じでね、今回オールカマーの方の予想、はい、やらせていただきました。まあ天気がねどうなるか、台風はね東にだいぶそれてくれたんで、はい、この平日もね全然大して降らなかったので良かったなっていう感じではあったんですけど、まあ週末にかけてね、その天気が晴れの予報でもね、突発的にバーって降って、場がおかしくなるということも十分に考えられたりする時期なので、はい、その辺もね、気をつけながら、あまりこの前日とかね、当日の朝まとめ買いするのはちょっと、おすすめできない時期ではあるんですけどね、まあ、やっぱでもそのレースを見ながらね、じっくりその腰を据えてオッズを見ながら馬券を買えないという人たちもたくさんいるというところがあったりしますので、その辺は、まあ仕方ないところではあったりするんですけど、最近やっぱオッズの動きもね、激しいというか、まあ体感的に言うと結構なレース数で、まあ一着に入った瞬間にオッズ、まあ入った瞬間というかね、レースが始まってからね、確定オッズ読み込んだ時に異常に下がってるなっていうところが結構あるので、
あれが不思議なんですけどね、本当に、まあそのデジタルで投票も自動でやってる人がいるからとかっていう話もあるんですけど、ちょっとね不自然なぐらい下がる時もあったりしますし、まあレースの直前からねグッとね馬券が売れ始めるっていうところも、まあもちろんそれは競馬だからあるんですけど、そういうところとその結局オッズとね、オッズが価値だと思うので、はい。で、まあ僕よく言いますけど、その、要はこの馬が単勝10倍だとして、まあ10回走って1回以上勝てるかどうかっていうところで単勝を買うと。はい。別に9回外れてもいいんですよ。はい。そういう感じで買うのが、プラスに持っていくための方法だと思っているので、やっぱオッズとはね、本当に良好な関係を取らなきゃいけないっていうところがあるんですけど、うん。それができないとやっぱり辛いですよね。その発想、なんだけど、その発想にで馬券は買ってるんだけど、実オッズを結局見れてないと、うん、いざね予想オッズが別に10倍ぐらいあったとしても実際には5倍しかないなんてことがあるじゃないですか。そうなると10回に、1回以上勝てばいいという考えだったのが、もう10回にね2回以上勝ってくれないとダメっていう価値の馬になる。そうなった時にこの馬に対して、その馬に対して自分はそこまでの評価をしているだろうかっていうところとのね、まあ、兼ね合いがあると思うんですけど、やっぱまとめ買いしてね、後からそれを見た時にすごくね、まあ、絶望感があると思うんですよ。ガチでやればやるほど。はい。なのでやっぱりできるだけ当日にね、馬券を買った方がいいと思いますし、オッズをちゃんと見ながらやって、本当に細かくやって素早く投票するっていうところで言ったら、やっぱり僕はパソコンから投票する方がいいかなと。まあターゲットとか投票ソフト使った方が僕はねいいかなと思います。やっぱどうしてもそのスマホの件ね、まあちょっと前に動画で話して、まあ、いろんな反響があったんですけど、やっぱり僕、まあ、慣れてないっていうのもありますけど、やっぱスマホの投票とパソコンの投票の速度感考えたらやっぱ50倍ぐらい違うと思うので、うん、できればそうですね、パソコン、まあ、投票用だけでもパソコンがあった方がいいかなと思います。極端に言えば今パソコンなんてスマホより安かったりしますからね。はい。なので、うん、パソコンとか、まあ、タブレットとかね、そういうのを用意した方がいいんじゃないのかなっていうところはちょっとね思うところだったりするんですけど、はい。まあまあちょっと雑談がね、雑談じゃないけどその競馬の話なんですけど、はい、長くなってしまったんで、まあ、この辺に終わりたいなと思うんですが、次の動画、神戸新聞杯の予想いたします。はい。どんなねひねくれた予想を僕がするのか、いつも通り今回ばかりは折れるのか、はい、そんなところもねちょっと見ていただけたら嬉しいなと思っております。竹内でした。さよなら。遠い。